金魚さんがこんなに神子様の教えが良かったおかげね。私もよ。お気に入りはこの尾びれが大きい子かしら。こちらの小さな子もけなげで可愛らしいでしょ。何か名前をつけてあげなくては。楽しんでもらえてよかったよ。ところで勝負はもういいの？こんなに楽しいんですもの。勝ち負けを持ち込むのも無粋かと思い始めているの。バイオレットさん、いかが？そうね、あくまで勝負事は楽しむためのスパイスだもの。それならそろそろ二人も声かけ手伝ってよ。そういえばそっちが本題だったわね。バイオレットさんが言い出しっぺなのに。冗談よ、あなたに丸投げするつもりはないわ。現世のお祭りが楽しくてこのままずっと遊んでいたいのは本音だけど。その気持ち私もとてもよくわかるわ。当代のお祭りとはかくも目移りするものなのね。その気持ちはわからなくもないけど。でしょ。そう考えると亡者の方々が楽しんでいるところに水を差すのもなんだか申し訳なくなってしまうわ。彼らだって祭りの活気に呼ばれただけだものね。何か害をなしているわけでもなし、今このひととき共にお祭りを楽しめたら。ええ、そうね。今は遠きかつての聖者たちにもひとときの心の慰めがあってもいいと思うわ。エリザベート、ふと思ってしまったの。私の知性にもこのようなお祭りがあったらと。かつての友や領民たちと分け隔てなく穏やかに楽しいひとときを過ごせていたら。線のない栗ごとでしかないのだけれども。そうね、確かに私たちの時代にはかなわなかった光景だわ。でもそこから続いた先にこの光景があるのよ。それは悪くないと思わない？バイオレットさんのおっしゃる通りね。それなら余計に楽しいお祭りの夜として今日を終わらせて差し上げなきゃ。だらだらと終わりを先延ばしにしたって楽しい夜が永遠に続くわけではないもの。帰る場所があるのなら帰るべきだわ。帰らないとどうなるの？次第に自我や目的が薄れてただ彷徨うだけのものになってしまうわ。寂しさから聖者を招く者も出てくるでしょうし、嫉妬から聖者に危害を加える者も現れるでしょうね。終わりもなく自我もなく、ただただ他者に危害を加える存在になってしまうなんて哀れだわ。ええ、だからこそ私たちで帰るように促してあげなきゃ。二人ともお祭りに浮かれてるだけじゃなくてちゃんといろいろ考えてるんだな。僕も負けてられないぞ。賑やかなお祭りの夜、ひそやかにゴーストバスターしてみんなを守る影の仕事にムーブしなきゃ。よし、二人とも遊びはここまでだ。ここからは周囲の人たちにバレないように死者を返していくことに集中しよう。ずいぶんとやる気ね。あなたは死者にまで慈悲を向けることができるのね。やはりお優しい方。何か勘違いされてるっぽいけど、二人もやる気になってくれたみたいだし。それで何かタイムリミットみたいなのってあるんだっけ？このお祭りが終わるまでと考えていいと思うわ。私たちがこうしてここにいられるのはこのお祭りがきっかけだもの。誘い出された死者たちが正気でいられるのもお祭りの間だけだと考えていいんじゃないかしら。このお祭りが終わればきっと死者たちは目的を見失ってしまう。じゃあお祭りの最後、花火が打ち上がるまでをめどにしようか。ええ、分かったわ。手分けして声かけを進めていきましょう。
参りましょう。御霊送りの刻限よ。